ついに、裏金問題で処分が決まったようね。二階元幹事長の裏金問題だな。上の人たちは責任を回避して、秘書は有罪確定。5年で50億円をどこに使ったんだ、なんて言われていた。さらに一時は、二階元幹事長が、次期衆院選への不出馬を表明したことを受け、自民党は、二階氏に対する党の処分を見送る検討をしていたんだ。ありえない。詳しく聞かせてちょうだい。じゃあ今回は、自民党の裏金問題の経緯と、関与した議員の処分内容、処分を見送られた二階氏の言動や、収支報告書に隠された問題、裏金問題で見直しが求められる、政治活動費と、企業献金について、ゆっくり解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは、裏金問題のこれまでの経緯について、おさらいしておこう。お願いするわ。2023年11月、元首相、安倍晋三氏が率いていた、最大派閥、安倍派や、岸田文雄首相が率いていた、岸田派など、自民党の5つの派閥について、政治資金パーティーのチケットの売り上げの一部が、収支報告書に不記載だった問題が明らかになった。一部の派閥では、所属議員にチケット販売のノルマを課し、ノルマを超過した分を、議員へキックバックしていたが、派閥の収支報告書に、パーティーの収入や、議員への支出として記載していなかったんだ。議員側も、キックバックを、収入として記載していなかったことから、裏金にしていたのではないかと、疑惑が上がったぜ。バレないと思ってやってたんだろうけど、そうはいかないんだから。疑惑の議員の中には、前官房長官の松野博一氏、前経済産業大臣の西村康稔氏、前総務大臣の鈴木淳司氏、前農林水産大臣の宮下一郎氏といった、岸田内閣の閣僚を務めていた人物もいて、国民に衝撃を与えたんだ。裏金問題が発覚してから、この4人は辞任に追い込まれたぜ。不正をしている人たちが、日本の政治を担うなんてありえないもの。岸田首相自身は今のところ、裏金問題に関与していないと見られるが、2023年12月7日に、岸田派の会長の座を退くと表明、信頼回復に向け、火の玉となって政治の浄化に取り組む姿勢だ。国のトップとして当然よ。2024年3月26、27日には2日間にわたり、先ほど名前が出た西村氏に加え、同じく裏金問題で疑惑が持ち上がっている、安倍派会長の塩野谷雄氏、元安倍派会長代理の下村博文氏、前参議院幹事長の世耕弘成氏に聴取を行った。他にも、疑惑の対象となる議員に対して聴取を行うなど、一連の問題の実態解明のため、奔走していたようだぜ。大体こんな感じだったわね。ここで一番気になるのは、裏金問題に関与した議員たちの処分についてだが、2024年4月4日、自民党本部で党紀委員会が開かれ、処分内容が正式に決定された。ついに決まったのか。処分を受ける議員は39人。元職を含め、収支報告書への不記載が5年間で500万円以上あったものが対象だ。塩野谷氏と世耕氏に、離党勧告、下村氏と西村氏に、党員資格停止1年、全国会対策委員長の高木剛氏に、党員資格停止6ヶ月、松野氏や、前政調会長の萩生田光一氏など、9人に、党の役職停止1年、8人に、党の役職停止6ヶ月、17人に、戒告の処分が下されたぜ。ニュースでたびたび名前を見ていた人たちは、重めの処分を下されているようね。塩野谷氏と世耕氏に下された、離党勧告は、自発的に離党するよう党から勧告するもので、自民党の党則処分が8段階あるうち、2番目に重い。ただ、自ら離党すれば、その後の党紀委員会の審査を経て、復党することができるんだ。しかし、党からの勧告を受けたにもかかわらず、離党しない場合には、党則処分で最も重い、除名の処分を下され、自民党員としての身分を失うことになる。どっちみち党を離れないといけないのなら、自分から離れた方が潔いわ。下村氏と西村氏に下された、党員資格停止は、原則3ヶ月から2年の間で期間を定め、党員としての資格を停止するもので、党則処分で3番目に重い。総裁選挙への立候補や投票ができなくなり、役員の選出などにも関われなくなる一方、党費の支払いなどの義務は継続しなければならないんだ。これもなかなかに厳しい処分だわ。そういえばこの4人って、冒頭で言ってた岸田首相が聴取を行ったメンバーと同じね。もしかして、何か関係があったりするの？実は、安倍派ではキックバックのあり方をめぐり、2022年に4回の幹事会合が行われていて、4月に行われた3回目の会合では、当時安倍派の会長だった安倍氏が、キックバックを廃止する方針を伝えていたという。そして、その3回目の会合には、なんとこの4人が出席していたんだ。そうだったんだ。しかも派閥トップから、キックバック中止について言われてたなんて。しかし、安倍氏が亡くなった後の8月に、この4人が集まって4回目の会合が行われ、安倍氏の方針はどこへやら、キックバックは継続されることになったぜ。党の本人が亡くなったから、なかったことにしたってこと。その悪質性を考慮して、今回の厳重な処分に至ったんだ。特に、塩谷氏と世耕氏については、安倍派で指導的な立場だったことから、下村氏と西村氏よりも重いものになったぜ。これはしかるべき処分だわ。世耕氏は、離党勧告の処分を受け、離党届を提出。離党届は受理され、自民党を離れることになった。塩谷氏は、現時点で離党届の提出をしていないが、非常に厳重な処分で残念だ。と、心の内を明かしたぜ。悪いことをしたんだから、処分はきっちり受けてもらわないと。下村氏と西村氏は、処分を受けて、国民の皆さんの信頼を裏切ったことは申し訳なく、心からお詫びする。処分を真摯に受け止め、裸一貫でゼロから再出発したい。と、謝罪と決意を口にしていたぜ。党員資格が復活したら、今後は誠心誠意活動してもらいたいわ。議員たちに重い処分が下される中、疑惑の渦中にいるはずなのに、処分を逃れた人物がいる。どういうこと？元自民党幹事長の、二階俊博氏、二階氏が率いる、二階派も、裏金問題で疑惑が上がった派閥の一つで、収支報告書に不記載の金額は3526万円と、自民党内で最多なんだ。それなのに、なんで処分を受けずに済んだのよ。2024年3月25日、二階氏は次の衆議院選挙に出馬しないことを表明した。自らの政治的責任を明らかにすべく、ということらしいが、二階氏の不出馬を受け、自民党は、二階氏に対する党の処分を見送る検討にしたんだ。いやいや、それだけで許される問題じゃないでしょ。二階氏には、幹事長在任中の5年間で、自民党から、50億円の政策活動費を受け取っていたという話もあり、野党からはその使い道を公開するよう、追求されていた。その説明も、未だに果たされていないままなんだ。政治的責任を取るとは言ってるけど、まずは説明責任をしっかり果たしてよね。二階氏の秘書は、政治資金規正法違反の罪で有罪判決を受け、二階派の元会計責任者も在宅起訴されるなど、それぞれ処分を受ける中で、トップの二階氏はお咎めなし、驚きを隠せないよな。ほんとよ、何か圧が働いたんじゃないかと勘ぐっちゃうわ。二階氏の処分見送り検討について、X では、不出馬と処分は別問題。不出馬によって、裏金問題がチャラになるなんてありえない。と、批判の声が吹き出し、一時トレンド入りをするほどだったぜ。そうだそうだ。また、衆議院選挙不出馬を表明した会見での、二階氏の言動も物議を醸している。会見には、二階氏の側近で元幹事長代理の、林幹雄氏が同伴し、ほとんどの質問に対して、二階氏ではなく林氏が代理で回答していたんだ。何それ、やる気なさすぎでしょ。さらに、とある記者からの質問で、不出馬の理由について、年齢を持ち出された際、年齢に制限があるか？お前もその年、来るんだよ。バカ野郎。と、凄んで見せる様子も見られたぜ。怖。私がこの記者だったら心臓止まっちゃうわ。二階氏は、2024年4月時点で85歳と、政治家の中で最高齢だが、自民党では、衆議院選挙の小選挙区には、年齢制限を設けていない。それに二階氏は、年齢にこだわるべきではない、という考えを持っているようだから、記者の質問が尺に触ったんだろうな。その考えは否定しないけど、今の状況でそんな態度取っちゃったら、イメージ最悪だと思うわ。裏金問題の責任を取る形で、衆議院選挙不出馬を表明した手前、本来なら、全面的に反省の色を示し、誠意を見せておかないといけないところだ。ほとんど側近に代理で回答させたり、一記者の質問に感情的になるところを見る限り、反省しているとはとても思えないんだぜ。態度って大事よね。明らかになった裏金について、ちゃんと納税されているのかも気になるところだ。2024年3月26日の参議院予算委員会で、財務大臣の鈴木俊一氏は、所得税の確定申告では、特に支障がなかったと説明した上で、国民たちが不公平感を抱くことは、あってはならない、と強調しているぜ。こう言っているってことは、裏金の分もちゃんと納税したってことよね。それがそうじゃないみたいなんだ。今回の裏金問題を受けて、議員たちは収支報告書を訂正したが、これが、裏金の納税を逃れようとしていると、疑惑を生んでいるぜ。はあ、どういうことよ。萩生田氏が代表を務める、自由民主党東京都第24選挙区支部では、2020年から2022年の収支報告書を訂正したが、当初記入した収支の総額や翌年繰越額などを、二重線で消した後に、手書きで、不明と書き添えただけ。不明の数は、3年分で計30カ所以上もあったんだ。それって訂正したって言えるの？また、高木氏の収支報告書にも、不明の記載があり、野党からは、不明のオンパレードだと批判を浴びているぜ。ほんとよ。裏金が議員の収入とみなされれば、雑所得として所得税の課税対象になるため、それを逃れようと、原則非課税である政治資金の収支報告書に、記載した疑いがあるんだ。また、本当に政治活動に使われていたとしても、残額がある場合は雑所得として課税対象となる。不明ばかりで、収支報告書の内容を濁しているようでは、残額の納税すらも逃れようとしていると、疑われてもおかしくないんだぜ。政治家ならいい加減でも許されるの？私たち一般市民がこんなことしたら、絶対許されないのに。不明だらけの収支報告書でも、通用している理由は、政治資金の収支の状況を国民に明示する。政治資金規正法において、収支報告書の訂正方法に関する規定が、ないからなんだ。そうなの。総務省では、二重線で決して訂正する方法などを案内しているようだが、訂正理由の記入を求めたり、訂正内容の正確性を調べたりする権限はなく、どう記入するかどうかは、政治団体側に委ねているそうなんだぜ。規正法の穴をついているのね。訂正方法が決まっていないからといって、不明ばかりで済ませようとする姿勢には、さすがに呆れるよな。使い道を明らかにしていないような、不透明な訂正は受け付けないなど、法改正が必要だという声も上がっているぜ。政治家も国民の一人だもの、税金逃れなんて許されないわよ。今回の裏金問題を受けて、一部の政治資金や収入源について、見直しを求められている。二階氏の話の際にも取り上げた、政策活動費もその一つ。政策活動費は政党から議員個人に支給され、その名の通り政治活動に使われるが、使い道を公開することが義務付けられていないんだ。不正の温床になりそうだわ。公明党や野党からは、使途公開の義務化を求められているが、岸田首相は、使途公開に消極的な姿勢だぜ。何かあるんじゃないかって、めちゃくちゃ疑っちゃうんだけど。2024年2月14日の衆議院予算委員会で、岸田首相は、政策活動費の見直しに関する質問に、使途公開により、外国の勢力に政治の方向性が確認されることを考慮している。として、使い道を公開しない方針を継続するとしているんだ。どういうこと？使い道を明らかにすることで、政党の方針がわかるため、ある団体や企業の利益を目的に、特定の議員に対して、政治工作を行うものが出てくるのではないか、と懸念しているようだな。ちなみに、外国勢力による政治活動への影響を受けないため、政治資金規正法では、外国人や外国法人からの寄付を禁止しているぜ。正直あんまりイメージ湧かないけど、また、企業献金についても、禁止を訴える声が上がっているんだ。現在、企業から政治家個人や政治資金団体への献金は禁止されている。しかし、企業から政党や政党支部への献金は、認められていて、政党から政党支部へ、政党支部から政治家個人へと、献金を流すことが可能なため、実質、政治家個人への企業献金が、成立してしまっているのが現状なんだ。抜け穴を見つけて、好き勝手やってるのね。2024年2月の衆議院本会議では、経済力のある企業が献金するということは、金の力で政治を歪めることになる。と野党から正された際、岸田首相は、1970年の事件での判決を持ち出し、論理の飛躍がある、と反発し、企業献金の禁止にも消極的な姿勢を見せているぜ。何それ？一体どんな関係があるのよ？この事件の大まかな内容について、軽く説明しておく。当時の八幡製鉄の役員が、自民党に350万円の献金をしていたことに対して、株主が、事業目的に反すると、訴訟を起こしたんだ。ふむふむ。それに対し、最高裁判所は、憲法上、公共の福祉に反しない限り、企業にも政治献金の自由がある。との判決を下したんだぜ。岸田首相はこの判決をもとに、企業献金の継続を主張していたということだな。なるほど。一方で、1996年に起こった、南九州税理士会事件では、政治献金を目的とした会費徴収に対して、献金は会の目的外だと会員が訴訟した。それに対して最高裁判所は、投票の自由と表裏をなすものとして、献金は個人的な政治的思想や見解、判断に基づいて決定すべき事柄と認定。個人以外による政治献金を、事実上否定する判決が下されたんだ。1970年の事件とは正反対だわ。岸田首相は、この判決には触れていない。単に知らないだけか、知っていてあえて触れないのか、そこは定かではないぜ。都合の悪い判決に用はないから、知る必要もないのかもね。今回の裏金問題を受けて、抜本的な政治改革をしようという時に、外国勢力を気にして、収支報告書の不透明性を維持しようとしたり、遥か昔の判例を持ち出してまで、現状維持を主張するのは矛盾している。岸田首相には、抜本的とはどういうことか、今一度しっかり考えてもらいたいぜ。今回の裏金問題に関係する議員たちに、処分が下されたことで、自民党は変わることができるかしら。議員たちは、処分を受けたからといって、これまでしてきたことはチャラにはできないし、自民党は、処分を下したからといって、この問題をおしまいにしてはいけない。岸田首相には、自身が約束した、政治の浄化をしっかり果たしていただき、クリーンな政治のあり方を、国民に示してもらいたいぜ。みんなは、裏金問題の処分決定や、政治の浄化についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。